歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。坂東彌十郎さん、師匠市川猿翁さんへの思い。坂東彌十郎、歌舞伎俳優の坂東彌十郎さんが都内で錦秋10月大歌舞伎東京歌舞伎座10月2日から25日の取材会を行った。夜の部、水戸黄門などに出演する。会見では自身の師匠でもあり9月13日に亡くなった市川猿翁さんの話題で目を潤ませる場面も。師匠の猿翁さんには、人の何倍も自分が感動することでようやくお客様にも感動してもらえるようになるんだと教わりましたと、しみじみ。猿翁さんが死去後に対面を果たしたと言い、お顔を見て教わったことの全部が頭によみがえりましたと振り返った。猿翁さんの思い出を聞かれると、彌十郎さんは、猿翁さんの話になると泣きそうになってしまうと目を潤ませた。私の感想は、彌十郎さんは市川猿翁さんの一座に在籍したことで演じることや演出など芝居作りを学んだ。猿翁さんから、人の嫌がるような役をやれ、そうしたら道が開けるよって言ったエピソード、 TBS 系ドラマでクロサギで悪役のラスボスで冷徹なキャラで大活躍で話題になりました。坂東彌十郎さん、師匠市川猿翁さんへ思い。坂東彌十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。